ようございます。愛する猫ちゃんの名前、松風虎松でございます。さあ今日もねやっていきましょう。寝台ガチメーターですね、12月の寝台、目玉機種3つあります。1つは、北斗東進、北斗9の東進ですね。でエヴァンゲリオン、そして今回やるのが刑事漆黒のエクストララッシュ、やっていきましょう。さあ今回ねポイント2つあります。まず1つはスペックね、これめちゃめちゃ甘いです。初当たり確率が199分の1で、右打ちに入ると81%継続でオール1500個と、もう右に入ったらねもうなんかガロと一緒なんですよね。でもう一個のポイントはですね、ちょっとねあんまり聞き慣れない言葉なんですけど、 C チタンっていうのを搭載してます。突然チタンのことですね。もうだから新しいスペック、新しいシステムを搭載した機種ということで、新しいシステムにはね何かしらのチャンスがあると俺は思ってますんで、あと刑事漆黒ねめちゃめちゃ愛してます。なので今日もねバチッといっぱい出して、勝てる機種かどうか採点していきましょう。それではレッツゴー。さあそれではね台取れましたんで打っていきましょう。もう見た感じはもう漆黒とねほとんど大差ないですね。まずねスペックなんですけども、199分の1のライトスペックとなってます。でラッシュ突入の直行する割合が 1% しかないんですが、99% 残りのね 99% の時短で、引き戻して、連チャンに入れるというね突破型になってます。で透過ボーダーがですね、10ラウンド出た1400個とした時に、16.1 回転とね、まあへそ1個昇級とはいえね、まあスペック的にやっぱかなり甘いですよね。でまあ U タイムとかは搭載しておりません。あんまりステージ良くないな。まあステージの形もね前の漆黒とねほとんど多分変わらないと思うんで、結構ステージで個体差ありましたから、まあ当然こいつもねステージ大事になってくるでしょうね。今んところステージ性のちょっと微妙そうです。今んところポコポコとねおまけポケットに入ってくれてるんですけど、このおそらくこの袖にあるおまけポケット3つともこれ5個昇級だと思うんですよね。今んところちょこちょこと入ってくれてます。でこの番組でもねあのバカボンとか太郎とかね1個昇級機ね打ってきましたけど、やっぱねおまけに入ってくんないとねなかなかこう回転率もね上がってくれないので、まあ1個昇級機あるあるですけどね、こうおまけ昇級口ね、まあ3個昇級機に比べたらやっぱ大事だと思いますね。いやちょっと右のナイム打ってみません、これちょっとやばそうだな今のところ。おお緑よいしょ。いやーまあ普通、でも変わるんじゃない中に。おおマジか。さあボタンバイブしてます。あここから連続演出いくのね。あるかいきなり。でこれあの77とかね、まあその87とか花ですよね。まあ特殊な当たりパターンもあるんですけど、基本的に上がれば上がるほど熱いですよね。80以上だったかな、90以上だったかな、90以上だった気がするな激アツなのは。さあまだまだよ。いやーちょっと弱いはず。あでもあ83でしょう。いやこれでもね激アツじゃないですよ。まあ赤保留の時点でね、まあ、熱いはずですけど、さあもちろんこの後ですよ。キセルはなかった。今回ねキセルの信頼で上がってますんで、まあ出ればビッグチャンスだったんですけどね。いやー当たってもいいと思うよ。赤保留にスペシャルカットインでしょ。おー来た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 。あこれストーリー行くんちゃう。はいねえそうだよね。さあ今までの前の漆黒のね法則踏襲してれば、こっから最強リーチ望ましいですよね。ブルで欲しい。おしよし熱い熱い。このタイミングの、ね、フラッシュは、ね、激アツです。いただき。よし早い。投資3000円の40回転です。ちょっと回転率ねかなり不安ありましたけど、まあまあひとまずね初当たりです。でここで7図柄だとおそらく 1% のね、直行射止めてましたよとこなんですけど、まあ大体そうですよね。で当たったり3ラウンドです。いやーいいな、やっぱ演出かっこいいわ。
さあここから40回転の時短になります。でここで、199分の1の大当たりと73分の1の C 時短の抽選を同時にしてますと。で、え、何、ちょっと待て、これへそだぞ。ごめんボーナス、マジか。もうそういうややこしいことしなくていいのに。おそらく199分の1の大当たりを2連続で引きました。さあこれね、画面上は天下無双のゾーンとは言ってるけど、でも今へそだったでしょ。これどうなんでしょうね。え、へそで引いても入るってことかな。でもこれ入ってますよね。ああ。で、もう今多分おそらくラッシュ入ってますんで、入ってる前提で話しますけど、この大当たり確率が100分の1に変わります。で、転落確率も同じように100分の1です。で、一旦転落すると時短1万回転に入ります。で、1万回転中に、C 時短を引いて規定回数の時短駆け抜けるとこのラッシュが終わるという仕組みですね。で、トータルの継続率が 81% ありますよと。で、ここで当たると全部10ラウンドですから。あ、へそ当たりでもこれ入るんだ。これあすごいわ、演出相当はっきりしてる。おお、どうしたどうしたどうした、ロングヘンド、あーダメか。で、このラッシュが止まっちゃうと、要は時短転落引いた後に C 時短を引きましたよってことなんで、あーマジか。で、この時点でもう通常確率です。で、エクストラが止まったんで、一応ここから時短75回転以上となるんですけど、ちょっとねややこしいんですけど、すでに通常確率にいて73分の1の C 時短を引いた状態です。で、その C 時短が75回転以上ありますと。で、ここからやりたいのは、ここから大当たり確率199分の1になるので、199分の1を引けば、再び今のね、ラッシュに復帰するんですけど、73分の1でね、ここでも C 時短の抽選してますんで、大当たりいくぞ。その C 時短を引いて延命するっていうのもありですよね。お、2回、熱いぞこのパターン多分。さあ、赤タイトル熱いです。前のこと考えるとこれ激熱だぞ今。てかこんな当たってもらうの困る。さあもう一個ボタン、あ、赤い、もろだろう、もろだろう、多分もらった、いた、おーし。まあまあちょっとね、へそで2回大当たり引いたりとかちょっと紆余曲折ありましたけど、まあ転落引いて、もう一回 C 時短引いて、その C 時短中に今引き戻しましたと。199を持ってきたってことやりました。これで10ラウンドです。で、ラッシュ復帰します。ちょっと気が早いね、10ラウンド目でもうゾーン突入っつって。さあ、おお、早い早い、直行です。で、この状態だと、大当たり確率100分の1の転落確率100分の1と。で、おそらく転落したタイミングっていうのは告知されないので、まあ、前の漆黒でもそうでしたよね。だからその時短1万回転、転落した後の時短1万回転中に C 時短、そのラッシュっていう図柄ですね、あれが降ってきた時に初めて、あ、転落してたんだっていうのが分かるっていうことだと思います。いや、もう今転落してるかもしれない。そう、だからもう今転落してるかもしれないです。ただもし転落しててもその、はいはい、C 時短引く前に199引いちゃえばね、はいはい、見た目上はここでずっと連チャンしていくので、いや、これでもね、なかなか面白いシステムだね。あ、熱い、あ、これ当たり、当たり、赤多分当たりです。おーしよしよし、あの必勝ガイドで勉強してきましたんで、あの家紋の赤当たりらしいです、このラッシュ中はね。さあ、88回転、しかもすぐ大当たり始まるっていう、いや気持ちいいっすね。10ラウンド2回目です。
今完璧だったのよ。上でしっかり減速さえさせれば 3,4 割は決まりそうだな。だからこれでオーバー入賞決まって、電サボ中もねほとんど減らないとなったら、ボーダー16これ切ってきますからね。甘いよやっぱり。いや今のところ4割ぐらい決まってません、多分3割から4割の間には収まると思うけど。で球のこぼれもないのがいいよね。この電サポ手前がねこれプラスチックになってて、これ球ねどんなボッタホールでも球削れないようになってるから、うん、まあどのホールでもね、まあ、打ち方次第でこれほとんど減らさないようには多分これ打てますね。うわー、はい、ここからはね、時短状態です。通常確率、あー、しかもラッシュ来なかったから、エクストラ来なかったから、おそらくこれね時短50回転ですよ。いやー結構あっさり引いちゃうな。73回転、やばい、あと10回転。でエクストラってなってると、まあ時短回数がね多い可能性もあるんですけど、この場合だとねおそらくこの回数で終わっちゃうと思う。さあ一応点滅入ってるぞ、点滅入ってるぞ。さあラスト点滅オールやぞ。うわーダメか。さあ最後まで電サボ続くのかな。もうこうなったらね電サボ開いてくんないですね。まあだから残り掘りは4つで以上はつけられないと。ね今の連チャンで、まあ、26ラウンド取ったんですけど、1ラウンドだったら145個で、10ラウンドに換算すると表記出ても1400個のところを1455個取れてますんで、だからボーダー16切るぐらいまでねドカボーダー下がってきます。 かなり甘いこと分かりましたね。で右打ちも球ね、まあ、最後に止め打ち手順言いますけどほとんど減らなかったので、まあ、はっきり言って激やますね。ただちょっとね、あの回転率がちょっといまいちだってことで、ちょっと右の台打ってみます。ちょっと心配になるぐらい多分これ甘いと思うんで、だから10日に近いところで1020回転とか回ったらね、もう結構いい期待値出ちゃうと思いますよ。今のところその1450でボーダー再計算してみると、トーカボーダー 15.3 っていう、もうなかなか見ない数字が出てきましたね。4000円で77回転完璧。危ない、移動しよかったですね。絶対こっちの方もあるもん、ほんのちょっとなんだけど、ステージもやっぱこっちの方がちょっといいしな。やっぱ漆黒好きな人多いでしょやっぱね。懐かしい、なんかね、あのこの筐体ってすごい、この上皿から下皿に出てくるねあれが浅いんですよ。センサーが500円押しただけでちょっと下皿が出るんですよ。これが懐かしいのよ、なんか、あ、漆黒打ってるって感じするの。なんで500円で下から出てくるみたいな。まあ500円も出すじゃないですか。で、あのね、もうすでに500円で下から出てくるんですよ、これ。ちょろっと、センサーが浅すぎて。来るぞ、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 来るぞ。ほら、ほら、ほら、ほら。おかしくない、だって500円でいちいち下から出てきちゃうんですよ。ただこれがね、あー漆黒打ってるって感じするんだよね。これ漆黒あるあるです。絶対うんうんって人いるから。まあいいね、かわいいね、それがかわいい、ね、ストロークは一応俺漆黒打つときはここにペチンって当てるように打ってるんですけど、今前作も基本的にはそこまで大差ないと思いますよ。何ですか何ですか。いや乗ってますね今日ね。今日気持ちが乗ってるから、もう CG 弾食らいまくってもうボロボロになって最後このクソが。でもそれでもね嫌いにならないとは思うな。やっぱそれだけ漆黒って結構愛されてるんだよね。まあ、ちなみに CG 弾っていうからには ABC とあって、 A 時弾がまあ一般的な大当たり後につく、まあ、例えば大当たり後に100回転時代つきますよとか、
それが A 地ターンですよね。で B 地ターンっていうのが一定期間はまった後につく、まあ、いわゆる U タイムが B 地ターンで、 C 地ターンというのが、まあ、それに漏れたその突然地ターンですよね。その通常確率にと合わせて抽選してて、あの突発的につく時短というのが C 時短です。まあ、別に覚える必要はないですけど、一応 ABC とあります。ちょっとライターっぽい。俺最近なんかね、ゆうちゃんのねホールで声かけられる言葉で、まあ、昔は衣装ガイド読んでますとかそういう感じだったんですけど、最近一番声かけられるのが YouTuber の方ですよねって言われるんですよ。まあ、間違ってはないですけど、ちょっとえってなるの。この前も隣の兄ちゃんがいつも YouTube 見てます、パチダ見てますとか、なんか YouTuber の隣で打てて嬉しいなみたいなこと言われて、いや熱いでしょ。おーしよ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 し、さあまた突破いきましょう。ちょっとねラッシュ気持ちよかったからあれまた味わいたい。さあここもね時短40回転、 C 時短を引くか199の大当たりを引くかですね。いやーまた連チャンやりたいなあれ。さあ、ああ来てもいいよ来てもいいよ。ああ、いやーなかなか引けんね、73分の1。いやーマジか。いやこういうとこで C 字弾引いたりすると嬉しいんだけどね、延命できて。そうか、これを連続で食らうときついわけね。いやー出玉止まりましたね。まあ持ってきた3700個ぐらいが、単発1回で飲まれたということで、まあここまでちょっと回転率を出してみます。まあ300回転ぐらいですけど、まあ、18.4 です。なんでまあちゃんとおばんじゅう決めたときに16回転ね、1016回転切ってきますから、まあ、18回転ぐらいあればね全然いいですね。元気投資いってきます。もうどんどんいきます。2枚目いってみましょう。まだねしっかり評価するのは早いですけどね、199でね今のところ火の打ちどころないですけどね。いやだって右入った時の破壊力はもう原告臭ね、そのガロとかと引きを取らないわけでしょ。で連鎖歩中もね減る仕様ではないし、逆にこれで流行んなかったっていうか、これ以上何があるのって話ですよね。もう今のところ最高ですよ。いや俺はもう今日もうこのプラスチックをベタ褒めしたいね、このプラスチックを。もうとにかくこいつのポイントはやっぱ C 字弾がついてね、電車ポ回数がもうとにかくもう増えやすいと。だからそういう機種で恐ろしいのが、要は弾が減る仕様で出してこられると、まあ、例えば1日で3000回転電車ポつきますと、で1回転1個減りますと、1日3000個減りますからね。で実際そういう機種ってねたまにあるんですよね。もうメーカーの意図が見えついたような機種、そういうことをね考えると、いやこのプラスチックは優しいでしょう。一切削れないわけだから。そうそう、あの前作の漆黒の時はまあここプラスチックじゃなくてずっと釘になってましたよね。で結構最後のこぼしのところでマイナスにされてるケースも多くて、まあちゃんと頑張ってあのおまけポケットが3個昇級で電柱が1個昇級でちゃんと頑張って、まあ現状維持ぐらいでしたよね。まあだからここがね、うん、減らない仕様っていうのはこれはもう打ち手にとってはもう最高のことですよね、うん、ちょっと勇気いるよねここをプラスチックにするのはね。メーカーの立場になってみると熱い人がいたんだよ多分。乳銀の中でこれ揉めたでしょ、これここ釘にするのかプラスチックにするのかっていう。乳銀のメーカー社員100人いたら全員プラスチックにしろって言うわけないじゃんね。ホールで売ってんだから入銀としてもそれ減る仕様の方がいいでしょ。ここで減らせますって言ったらねホール儲かるわけだから。さあありがとう、447回転ですね。とにかく連チャン楽しかったんでまたやりたいですね。頑張りましょう。おあるぞ、これはね発展率高い。この演出赤こい赤こい赤こい赤、あーないか、
さあここのね紫文字もこれ発展ですね。お、あれなんか変な音しなかった？あれプシューっつったよね。あんな音あったっけ？いやちょっ違う台の聞き間違いじゃないよね今。あれ今変な音した気がするんだけど。おし、やりましたね。気持ちいい。あのナチュラルガッツポーズ出ちゃった。40歳がホールでガッツポーズしてます。最高。だからもう新一さんとか関係なく、26回転目で単純に199を持ってきましたと。さあ始まるよ。さあ継続率 81% なんで、まあちょっと5回目標に行きたいですね。さあここもね大当たり確率100分の1よ。ただねもう転落の100分の1引いて、おー2回。さあロングヘッド入ってるよ。あーダメ、もう転落引いて時短にいる確率可能性も一応あるんですよね。こうなった時にね、その辺は見た目ではちょっと分かりませんと。まあでも時短にいてもね199持ってこればいいわけだからね。あーんだよ、煽ってる。いやこれ結構煽るだけでやばいっしょねえ。多分結構煽りきただけでやばいと思う。いやせめてエクストラちょうだい、頼む。あーくそ、あのね50回の振り分けが一応 25% なんですよね。いやーこれはしんどい。まだ10ラウンド一発だもんね。ただここで戻すのとか全部合わせて 81% だからね。ちょっとまた新一段ちゃんと引いていこう。ここでいやーしまったらもう鬼熱いんだけどこれ。あー来ないよね。やべえ終わろうとしてる。マジか、終わりました。いやー10ラウンド一発でしたね。で一応ここで高速変動でね電池ホールも消化してるんで、あそこの画面で多分復活なり何かありそうですけどね。いやー無念。トラは熱い社員で、熱い社員でトラは低圧炉で、俺はちょっともうあのやめろよっていう。トラマスさん、あの企画書見たんだけど、あれ右なんでプラスチックする必要があるの？僕はあれはスペック完璧だと思うんで、絶対あそこでスペック殺しちゃダメだと思いますよ。ガチョ、トラマスさん、はい、俺はでもあれ喜ばないよ、あそこで削れるんだから。我々はボールの先にいる打ち手のことを考えて演出とか全部作ってきてるんですよ。エンドユーザーなんかどうでもいいんだよ、うちはボールに植えるか。違いますか、エンドユーザーあっての入金でしょ。何言ってるんだ、金だよ世の中は。この刑事かけたら入金終わりですよ。私はこのプラスチックに生命かけたんですやめてます、やめてます。あれかけた刑事3があるんだからいいんだよこの後に。いや違いますか、漆黒というのは一つのブランドなんです。漆黒というのを汚したくないんですよ。どうしよう、分かった三浦君、じゃあちょっと一度やってみようか。ありがとうございますみたいな。いや俺ないと思うよいやちょっと待って長いさあ大まかなねシステムはもう大体分かりましたからね。もうこっからはちょっと出玉欲しいね。でちょっとあの前作の漆黒と比べてゲージね、こう特に盤面左どっか変わったとこあるかなと思ってバーって見たんですけど、まあ、一応ねほとんど一緒でしたね。道漆黒の本数も一緒だったし、もしかしたら細かい角度とかね違うかもしれないですけど、まあほぼ同じと見てねいいでしょうね。まあ違うのはこの昇級数ですね、おまけの。あとへその昇級数ぐらいですかね、ここまでで気づいたところは。今現状オーバー入賞が42ラウンドで20発あるんですよね。だからもう5割近い。前作で言うとまあ3割ぐらいかなって印象だったんで、まあそこに関してはね確実にオーバー入賞率上がってますよね。まあ前作は3個ポケットで、こいつは1個ポケット、ちょっとしかも1個ポケット意味がないけどね、入ってもね。
あ、これ行くだろう。ねえ、そうだよね、今のパターンは。さあ、今なら持ち球。もう一回来るんじゃないかな、多分。ね。色。うん。俺、カレー金色ありますからね。あそこの色。まあ、ただ一刀両断2回は、まあまあチャンスよ。さあ、これでも金系が欲しいんだけど。OK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 。さあ、ここまでは、まあまあ。全然当たってもおかしくない。あー、ただここまで、おーしよし、いいじゃない。おー、ここ熱い。さあ、あ、長い、来てる。おーしよしよし。今んとこの金薄間、前作のまで 60% ありましたから。で、俺確か前作とか振り返って金薄間プラス来てる外したことないと思う。で、今回着せるだけで9割でしょ。やれたかもね、262回転。いや、あそこの金ふすまとね、キリンはマジでめたくそ強いはず。ここ多分赤カットイン。いや大丈夫だと思う。俺はそれぐらい強いから、あそこの金ふすま。よし、そりゃそうですよ。さあ、熱当たり4回目抜け子92回転ね。で、連鎖砲の、ね、おさらいなんですけど、連鎖砲解放はね、1パターンですね。この電池ガロン解放しますと。で、ね、おすすめは7、8個打って全部弾が入ったらまた打ち出すと。ちょっと今早かったかな。1、2、3、4、5、6、7で、で打ち出すとちょうどこのインターバルを回避できるっていうね。お、来たぞ。今13回転目です。おー、よし、エクザロ。これで75回転以上の時短になりました。要は上書きされたってことですね、指示時短を今引いたことによって。で、エクストラが止まったんで今75回転以上です。で、さっき、7、8個打ってと繰り返したんですけど、どうしてもちょっとタイミング合わねえなって人は、これ閉じたら5発1、2、3、4、5、これで全く減らないですね。閉じたら5発、こっちの方が安全かもしれないね。閉じたら5発ね、こっちの方が安全かもしれないね。あー、割れちゃった。あの上のエクストラが割れるとラスト50回転の合図ですね。で、こうなるともう50回転以上の時短が潜ってるとかの可能性は一切ないらしいです。だから、あとは大当たり止めるか、改めてね、指示時短に止めるか、その2択になりますね。で、ラストの時、あーでもここでちゃんと掘り埋めないと、今あれですね、保留3つしかたまんなかったですね。これ最後に保留ちゃんと見に行かないと、うん、あの結構早めにね、電柱解放が終わってしまう。まあ、今結構頑張って入れたんですけど、まあ、タイミングによっては残保留ね、3で終わっちゃうことも結構ありそうですね。いやー、ちゃんとした連チャン取れないとやっぱこうなりますよね。厳しいな。いや、でもただね、時短取った時のなんか感覚というかね、やっぱ新しいですよね、感覚としてね。時短が増えるってことが今までやっぱなかったんでしょ。だってね、カモン、よし、総投資24,000円です。315回転。リンケージ押すとやっぱ極みモード選びますね、ここでね。で、俺ね、前作もあのこの極みの進化部結構好きだったんですよ。今日ね、その新時短をね、引けてないんだよね、そこまでうまいことね。多分引き負けてるはず。で、最後ね、しっかり打ちましょうね、このね、終わるときね。よしよし、これで保留、4つまで貯めましたんでね。いやー、ただ、
単発2連続。おっ、あー、いけない。今ね、あのボタン押せないやつ、違和感って感じで。さあ、あー、ダメか、固まらんな。さあ、骨くるんちゃう、骨くるんちゃう。あ、なんなの、骨タイムは来ないんだ、そこ。ただ一応金を8点。さあ、激アツがあるぞ。あ、勝利。うおーええの見れましたね。やっぱね、漆黒全体にそうだけど、すごいね、綺麗だね、全部ね、演出とかこう、音とかね。よいしょ、うん、オッケーオッケー。さあ、次はやるぜ、次はやるぞ。ラッシュやりたい、極みの一掛け。やばい、早い早い、いったままこぼしてないけど。おーし当たったかのような喜び方。よーし、エクストラで、今エクストラ緑エフェクトだったでしょ。あれもだからでかい時短を射止めてる可能性があります。赤いエフェクトだと100以上らしいです。新時短が100以上だから。ただ最後求めるのはここで199の当たりだからね。ここは今199だから。あ、ただあれ割れちゃうと残り50回転。あー、セーブセーブセーブ。あれどうだろう、75。おっ、きたー当たりです、もちろん。きたね。いや、この瞬間はね、いや、あれ、これ気持ちいいね。さあ、54回転目。ありがとうございます。まあ54回転目だから、まあ新時短なくてもね。あれ、引っかかってないわね。だから新時短でうまいこと延命したから今この辺りにありつけたわけよね。いやー、今うまかったよ。なんか久しぶりだね、10ラウンド。いやー、いい画面です。ありがとう、2連目。まあ、やっぱラッシュ中は7、8発打って全部拾われたら、まあ7、8発打ってって繰り返した方がいいですね。ちょっと閉じたら5、6発だと、まあ、若干スピードがね、ちょっと速いので、消化スピードが結構図柄止まっちゃいますんで、7、8発打って、まあ、全部拾われたらまた打ち出してって、うん、これでやっていきましょう。まあ、ただ心配な人は別に閉じたら5、6発でやってても、まあ若干消化スピードが落ちるだけで、特にね、その出玉的なデメリットはないから。おー、ありがとう。いや、当たり方気持ちいいね。110回転。やめてよ、まだ25回転ぞ。いや、大丈夫でしょ、こんな早くは。そうだよね、だって今のラッシュ図柄が止まる条件って、要は100分の1で転落引いた上に73分の1のラッシュ引いてますよってことですからね。だから要はなかなか本来はね、来ないはずなんだよ、こんな2、30回転では。これでずっとやってます、今。おっちょい、91回転。なんかようやく気持ちいいね、ラッシュの連チャンの仕方。1発打ったらまず、おっしゃい。あ、結構こう即当たりパターン多いですね。あ、じゃあ、あと10ラウンド一発でとりあえず今日プラスには行くんですね。来たじゃない、ここで100分の1ポロンと引いたら今日逆転よ。おい、なんかちょっとだけ長いなと思ったの今。はい、これで終始まくりです。だからずっと同じことを繰り返すんだったら、1、2、3、4個入ったくらいで止めて、おー、当たるんだ。ありがとう。さあ、57回転、何連目だ、7連目。おっちょい、あれ
突然の大連チャン始まってます。これで持ち玉1万個乗ります。おー、あれ2つある。あ、これね、2つあるだけで 66% です。もう見た目通り信頼度 66% よ。おい、9連チャン目、1万2000個乗るよ。あ、また来た。お、2個。さあ、2つありますんで、確率3分の2です。見た目通り。おい、よいよいよ、よっしゃ。さあ、10連チャン目です。ここに真ん中ピコピコしてるやつあるじゃないですか。で、これが小手順の抽選してるんですけど、結局これが終わるまでスルー開かないんで、このラウンド終わってからこれがピコピコ止まってから打つように。ちょっと次見てみましょうか。さあ、これで最終ラウンドなんで、でこれで10回転、これで終わったんですけど、ずっとピコピコしてる間でこれ電池開かないんで、で終わってから開くでしょ。でここから打ち出せば OK です。焦ってね、すぐ打ち出してもこのピコピコはなかなかね、小手順の抽選終わってないうちは電池開いてくれないので、まあそこだけですかね。おいしょい。やばい、止まらんようになってきた。2、3、4、ちょっと待って、引けすぎじゃねえか、ちょっと。さあ、12連目。いや、むっちゃ楽しいやん、この台。完全に好きだわ。もうなんかこんなこと言うと、なんかいっぱい出てるからとかよく言われるんですけど、俺今日に関してはかなり早い段階から好きでしたからね。まあいつもそうだけど、出たからとかじゃないですよ、本当に。おや、止まりません。13連目。おー、ブルってるブルってるブルってる、当たるよ、ブルったら当たるよ。ありがとう。ちょっと待って、全然100分の1の感じしないですけどね。凄まじい勢いで当たり引いてる、今10回転。でちゃんと連チャンやれてよかったな、これ。オーバーニューションやっぱ4割超えるとか言ってたけど、やっぱこれ、まあ、うん、まあ結構シビアなんで、まあ3割ぐらい多分最終的に計算しますけど、この開いて4拍で全部入ったら打ち出して、これいいですね。1、2、3、4で全部入ったら打ち出すと、1、2、3、4、止め、これ楽だわ。なんかだんだんリズム掴んでくるとすごい楽。2、3、4、まず一発もこぼさないです、これずっとやっていくと。1、2、3、4、1、2、3、4で打ち出す、完璧です。1、2、3、お、89回転目。だからここら辺はね、あり得るとこよ、あり得るとこよ。あー、引いてた。さあ、ここはね、ちょっと振り分け、勝ってる。はい、今通常確率に戻ったんですけど、一応75回転以上を獲得してます。まあでもここまでも14連もらってるんで、まあ、ここで終わってもしょうがないところではあるんですけどね。でもここでの復活とかちょっとやりたいよね、醍醐味でしょう、ここ。あ、ちょっと待って、今割れなかったってことはこれ200だ。そうだよね、そうそうそう、今145回転だからってことは最低288まで続きます。一番薄いとこ引いてる。だからある程度今連チャンしたんだからいいけど、ここで割れるはずよ、この次かな、この次割れるはず。あれ、割れないじゃん、なんなんだろうね。やっぱ知らん間に引いてるってことあんじゃない、やっぱり。だからもうとっくに160回転ばか消化してるんで、新地さん200引いてたとしても残り50って告知がないとおかしいんですけど、まだエクストラって続いてるんで、最低でも50回転以上あると。あれ、おかしいな、なんか
あ、割れた。で、ここで割れたんで310何回転まで続くんで、やっぱこれ知らん間に引いてるパターンあるみたいですよ。あるわ。だから最初に引いたのも200とも限らないですよね。100引いて、うん、またちょっと回してまた100っていうのが引いたかもしれないし。さあ、いけ。あーダメでしたね。結構時短続きましたけどね。313回転です。2550個。今多分内部的に、ああ終わりましたね。317回転、結構頑張りましたけど、まあ十分じゃないですかね。さあ、トラマスさん、お疲れ様です。いやー楽しかった今日。いやすごいいい台だったね、あれね。いい台でした ね、 ね。びっくりした。びっくり。しかも最後また大まくり。もうこれガチメーターあるあるね。やっぱね、今年ねガチメーター初めて、まあ、トータルとしてやっぱねいい展開多いですよ ね。ほんとそう。最後ね、分かったことあるんですけど、ラッシュっていう図柄から止まって、うん、まあ、CG ターンに入るんですけど、うん、要はそのエクストラ中の CG ターンの上乗せが、うん、要は分からないうちにも上乗せがあるっていうのがね最後分かりました ね。ちょっとやっぱ回数合わなかったんで、でいろいろ調べるとやはりあるらしいです、うん、まあ、おそらくエクストラ中に大きいね、CG ターン時短回数引いて、うん、ちょっと格下げのねがっかり感を防ぐためだと思うんですけど、うん、そうですね、うん、まあ、だからエクストラってなったら、まあ、要はいつまで続くか分かんないって感じですよね。分かんないですね、うん、まあ、引き続ける限りは。で、ね、50回 の、 カウントダウンが始まったら引け引けって感じなんですね。そう、50回からは確実に裏の乗っかりとかないらしいんで、うん、 ね、あそこからもまたね、うん、7月ダブルドッチ CG ターン引いたら、まあ、確実に告知されるはずですけど ね、 ね、はい、回転率とか出玉とかお願いします。はい、今日通常840回転回して、はい、回転率が1000あたり 18.2 回転となりました、はい、で、今日の出玉がですね、うん、1ラウンドあたり 143.6 個。おなので、10ラウンドに直すと1436個と。お、ほいほいほい。なので表記出玉よりまあ30個ちょっとぐらい多く取れてるってことですね。で、オーバー入賞が 37% でなりました、うん。まあそんなもんですね。鳴らしたらやっぱり、うん、鳴らすと、はい、漆黒よりでもちょっと取れるぐらいかなと思うんですけど、はい、でこの出玉でいくとボーダーライン10日ボーダーが 15.7 回転。16切った。いや、はっきり言って激山ですよね。激山だよこれ、まあ1個昇級ということでも うん、あるんですけど、うん、まあそれにしてもね甘いと思います。サンプル的に2万円ラインをちょっと教えてください。はい、これまた甘いですよ、はい、2万円ラインがですね、25玉10日交換の店で、うん、今日の出玉で、1000あたり19回転。おお。で28玉の店で、うん、20.5 回転。すごい。からこれ2万円超えてきますんで、これ激甘っすね。これね激甘っすね。ちょっとね通常回しづらいなってのも若干あったんで1800回転で低めには計算してるんですけ ど、 あー、なるほどですね。いやー甘いっすね。これちょっと点数かなり期待していいんじゃないですか。いやー今回いっちゃいますか。トラマスさん、じゃあ早速いっちゃいます。はい、ちょっともう言いたい。もう行きましょう。いいですか。はい、さあ、刑事漆黒トラマツ俺大好きです EX のガチメーター。90点。おお、最高点。ちょっと今日プルルルが気合入ったでしょ。やっぱこれチャンスアップ入ってます、ね、90点最高です。エクストラ5項目でどれが一番高いですか。正直ね、好き度合い20点つけちゃいました。じゃあ満点じゃん。いや申し訳ない。ここに関してはやっぱ俺が漆黒大好きだっていうのは、あ、まあ、それもうちょっと前面出ちゃいました。ね、はいはい、まあ、あとまあもろもろ含めてなんですけどね、うん、正直満点です。はいはいはい。でもう一個はですね、まあやっぱ勝ちやすさ、うん、まあ18点つけたんですけど、うん、ボーダーこんだけ甘くて、うん、まあ正直もう勝ちやすいとしか言いようがないですよね。そうね、騎士としてはね、うんうん、まあ、正直あと店の扱いとかはあるんですけど。そうですね、うん。でもう一個ですね、やっぱ技術面、うん、正直まあオーバー入賞とまあ電車墓地の止め打ちってまあ簡単なね、うん、まあ、2大要素しかないんですけど、はい、まあ、やっぱね1個評価したいのは電車墓横 のプラスチックとかですね。出た電横プラスチック。プラスチック。俺だからあそこがもし釘だったら、で釘で結構弾減りやすい仕様だったら、はい、これ全然点数変わってます。あ、そうね、そのくらい、うん、ああいう電車ポリスの高い機種って、うん、弾が減ったり増えたりが、はい、めちゃめちゃその、ね、終始に直結してくるんですよ。まあ、今まで漆黒前の CR の漆黒を甘く扱ってた店とかだと、まあ、狙う価値は ね、 ね存分にあるんじゃないかな。俺ちょっと面白い台出ましたね、本当ね。めちゃくちゃ面白いです。俺もだって打てるもんなら、うん、俺もう毎日でも打ちたいです。おお、そこまでなんだ。そこまで。お、今日楽しそうだったもんね、トラもね。楽しかった。
でも元々だったんでごめんなさい、漆黒好きだっていうのはちょっとあるんで、好きすぎやろ、だいぶ色眼鏡でも入ってんすけど。いやにしてもだって悪いとこありましたって話ですよね。これはなんかちょっと最後にまたいいあるある聞けそうですね。いやじゃあちょっと、まあ、今日もね考えていってますよちゃんと。いやあるあるやります、まだあるある欲しがってるじゃないですか、筋肉あるあるまだあります。いやありますね、やるでしょもう絶対に。いっぱいあるネタからじゃあ一つお願いします、はい。じゃあ今日もね、あの筋肉あるあるすごいいい人生だったんで、気持ちよく締めたいと思います、はい。筋肉と酒の欲を両方満たしたくて焼酎のプロテイン割れを試したことがある。ありがとうございました、トラマスでした。ちなみにめちゃくちゃまずいです。めちゃくちゃまずい、絶対まずいっしょ。